横浜市と連携して山下埠頭で動くガンダムの展示計画を進めるガンダムファクトリー横浜は8月5日、ガンダムの本体が完成したことを発表しました。このガンダムは高さ18メートルの実物大で、今後は全体で24箇所を稼働させる計画になっています。7月29日にガンダムの頭部をクレーンで吊り上げ、胴体に設置する作業が行われたのですが、その際には上棟式が催されており、ガンダムの頭部を前に神職の方々が祈祷を行いました。巨大ロボットと古代から続く宗教というそのギャップが現在海外のネット上で大きな反響を呼んでいます。関連投稿に寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。